そいや、びっくりした。ね、眠いな、眠いですね。はよう、アラームが鳴っちゃってます。もうびっくり、なんかすごい、目覚めて時計パッて見たら14分って書いてあって、そう、今日15分からなのにと思って、今日15分からですよね、そう、15分からなのにと思って、やばいと思って、よかった。よく起きた。そう、そうなんですよ。やばい、びっくり。全然目が開いてない。すぐ始まらなくて心配したね。そうだよね、絶対そう。なんかすごい変な夢を見て、なんか今から見る映画のなんかその映像終わり方、エンディング担当みたいな、ラストクライマックスのシーンをどうするか決めてくださいみたいな。しかも見たことないんだよその映画で。今見て決めてくださいみたいな。よくわかんなくて、そうで、みんなで見るんだけど、ね、よいしょ、そう、みんなで見るんですが、もう本当にわけわかんなくて、そう、なんか動機わかんなくて、なんか人、そう、女の子、初音ミクちゃんみたいな感じで、すごい、もういろんな世界を、なんかもうレースみたいな感じで、すごいめちゃくちゃ速く走ってるんですよ。めちゃくちゃ速く走って、もうその走り続けた先のクライマックスシーンを決めるみたいな、その場で作ってください、
そこで上映されますみたいな、はいと思って、そのでもすごい自分が動かそうと思ったことが動かせて、それでなんかなんとなく作ったんですけど、でも全員作ってるんだよ多分ね。そう、それで終わった後にそのクライマックスシーンだけなんかピックアップされて、あのなんかディズニーのスプラッシュマウンテンのあの写真撮って、終わったらみんなで自分の写真探すみたいな、そう、そんな感じで、あのみんなで、あのみんなが作ったクライマックスを見るんですよ。それでなんかすごい夢の中だからさ、本当にリアルな気持ちになるじゃん。私も自分の見なきゃみたいな、どんな反応だろうって思って見に行くんですけど、そのでも周りの人とかめっちゃすごくて、そのなんか自分も、あ、一回だけもう一回作りたいなみたいな、もう一回作りたいって思って、悔しいって思ってた、思ってどうしよう、どうしたらもう一回作れるんだろうって思ったら、すごい14分で、あ、やばいと思って、そうしっかり夢覚えてるの、すごい、いやさっきまで見てたからね夢、そう、っていう夢を見ました。もう本当にもうびっくり、もうすごい、いや睡眠ってすごいね、なんかどうなるかわかんないもんね。あ、なんかあれ、あ、今昨日昨日出した、昨日ってかあの、そう昨日か、昨日出したタイムスケジュールがすごいタイムリープしてるらしく、タイムリープしてて気づかずにあげちゃったんですけど、なんか10時10分から8時40分ってなってて、10時10分から10時40分が正しい、まあみんななんとなくわかると思うんですけど、すごいなんかタイムリープしてて、なんかゆうなもあやねちゃんのタイムテーブルバグってるよって言って教えてくれて、いや本当だと思って、うん、2が0になっちゃいましたね。22時の2が20時になっちゃって、そう、ちなみに10時10分からは真莉愛ちゃんとコラボ配信します。イエイイエイ、で今日の6時くらいか、6時からカラオケしようと思ってます。本当にマイク使うか、普通にショールーム機能でやるかもしれないしって感じですね。うん、
今日は夕方、夕方がね、ちょっと昼間から夕方までちょっとねお仕事があるので、そう今日は6枠しかできないんですけど、はい、よろしくお願いします。おはよう、おはよう、お願いいたします。今日の星座占い、あ、星座占い見てみよう。載ってるかな、占い。占い、なんか占いってさ、全部出るわけじゃなくない？なんか、たまに出てくる占い。占いで検索してみるか。占い。占い。ないですね。暮らし？そう、昨日は朝にね、占い、そう、占いしたんですけど、出てきたかも。そう、大牛座限定で出てきた。全然私大牛じゃないのに。大牛座って誰？なんで？全然大牛じゃないのに。今日16日？あ、あった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 。よし。じゃあ行きますね。あ、でも昨日とは違う、あれだわ。占いツールだ。よいしょ。じゃあいきます。12位は獅子座のあなた。総合運は自分で自分にプレッシャーをかけてしまう運気。深呼吸をして完璧なんてないし求められていないと声に出してみてください。それからキャンディーなど甘いものを持ち歩くのも丸。気分が適度に緩みます。恋愛運は自分では気づいていない魅力がキラリと輝いて恋の相手に好印象を与える運気。明るい色や軽い素材の服、それから明るい場所が好調な恋愛運の後押しに。恋の相手に対しては正面よりも隣や斜めの位置にいた方が話しやすいでしょう。へえ、だって正面よりも隣か斜めだって。金運、お買い得と喜べる買い物ができそうな運気。気になっているものや手に入れたいものがあればネットで注目、ネットでチェックするのがおすすめ。ちょっとした隙間時間にも何か情報がないか確認してみるのが運気を生かすポイントです。ラッキーアイテムはパスケースだって。結構長い、この占い。獅子座のあなた、12位でした。で、めちゃめちゃ細かく書いてありますね。そして続いて11はででん、双子座のあなた。双子座、総合運、一人でのんびりするといい時間を過ごしたなと心から満足できそう。反対に人と一緒にいると気を使いすぎてしまうでしょう。今日はできるだけ長く一人の時間を持つと丸。セルフマッサージや長めの入浴がおすすめです。もう今日は一人でいろってことですね。恋愛運は、恋人への連絡、好きな人へのアプローチ、出会いのアクションにもテンションが下がりやすい運気。
まずはこんな日もある、誰も悪くないと考えて読書をしたり、昔のアルバムを見返したりすると気持ちが落ち着きます。まあ、今日とりあえず双子座はおとなしくしてろってことですね。金運、予想外のプレゼントに嬉しい気分になれそうな金運です。特に誰かの話に優しく耳を傾けると、その人から嬉しいお礼をもらえる可能性が。ただトラブルになりやすい人とは距離を置くのも運気を生かすポイント。ラッキーアイテムはチャームです。チャーム。というわけで、今日の双子座さんはおとなしくしてろってことですね。そう、何もしないで一人でリラックスしてた方がいい。嫌なことがあっても、まあこういう日もあるさと思っていた方がいいとのことです。じゃ続いて10位で、10位、水瓶座のあなた。総合運、いつもは少しも気にならないことに疲れる、ちゃんとしなければと今日は感じてしまいそう。肩の力を抜けばリラックスしていいのだと気づくでしょう。時々深呼吸をしたり、気にしないと声に出したりすると丸です。恋愛運は関係をどうしたいのか、何を言いたいのか、あなたに自身の中で心が入れやすい恋愛運です。特に発言には注意して、こうすると極端なことを言ってすぐに後悔するかもしれません。今日は大切な話を避けるといいでしょう。水瓶座もおとなしくしてようパターンですね。金運、絶対に儲かるからなどと副業の話を持ちかけてくる人が現れるかもしれません。ただ話を聞いているだけで疲れてしまい、金運ダウンの可能性。最初から断る前提で話を聞き、少しでも隙があったらきっぱりとノーを伝えてください。ラッキーアイテムはミネラルウォーターです。水瓶座もね、ちょっとおとなしくしてる系ですね。そして9位は魚座のあなた。総合運、次に旅行をしたい場所、次に買いたいものなど未来の楽しみについて考えるといい運気。楽しみなアイデアがどんどん広がりそうです。その明るい気分でするべきことに取り組むと最高に集中できます。朝のうちに未来の計画を立ててください。ですって、朝のうちに。よかったですね、今起きといて。そして恋愛運は、スローペースを意識するといい恋愛運。恋人のお願いにすぐにいいよと返事をしたり、片思いの相手に慌てて連絡をしたりするのは NG。 何がベストかじっくり考えて意識してゆっくりと話すと、より深く理解し合うことができます。そして金運、貯金や運用など将来を見据えてお金の計画を立て直すといい運気です。現状を客観的に見るだけでなく、最新情報をチェックしてみてください。改善できる部分を発見できるはず。また、今日は買い物はしないと決めると金運アップです。買い物はしちゃいけないらしい。結構長いですね。長め。というわけで、続いては、天秤座。8位は天秤座のあなた。総合運、体も心も緩める時間に幸運が宿る日です。緩める系ですね。安心できる場所でのんびりと何もしない時間を過ごしましょう。ごろりと横になってそのままうたた寝してしまうのも OK。 想像以上に心身の疲れが取れます。おーすごい。だって、恋愛運は、特に予定を決めずのんびりと一緒に過ごすと心のつながりがぐんと強くなる恋愛運。関係が進むかも。部屋でゆっくりするのは丸。外に出かけながら自然が豊かだったり広い景色を見たりする場所がおすすめです。もうとりあえずリラックスですね。金運は入ってくるお金が増えそうな予感。特に副業での収入が想像以上に多くなる可能性があります。取り組んでいる副業があるなら今日は普段以上に力を入れてみて、またどんな副業があるのか情報収集をするのもおすすめです。ラッキーアイテムは猫グッズです。猫グッズ、天秤座は猫グッズがおすすめ。ラッキーアイテム。続いて、おはようございます。
おはよう。まあ、あれ、占いを読んでます。7位、カニ座。総合運、一人で考えていると、どんどん迷いが大きくなることも。友達と話しているとすっきりと気持ちがまとまる運気。少しでも考え込みそうになったら、仲のいい人に連絡してみて、話すときはいきなり本題に入るのがポイントです。恋愛運は、心が揺れそうな恋愛運。この人もいいかもと、本命以外の誰かに目が向くかもしれません。ただその人には近づかないのが得策。友達として仲良くなるのなら、あなたの恋がさらに幸せになるためのアドバイスをもらえそうです。その人副業好きですね。確かに副業めっちゃ出てくる。金運、お金に関してスピーディーに抜かりない判断ができる運気です。何かを購入するときも、運用や貯蓄の方法などでも、これがベストと感じたら信じて OK。また、お金に関する相談は、男性よりも女性にすると多くのヒントをもらえそうです。ラッキーアイテムは、アイウェア。アイウェアだって。アイウェア。らしいです。半分来たね。というかで、6位いきます。お、最終50巻と完了。ありがとうございます。6位は、カニ座のあなた。今日は、こうするべき、これはダメ、と厳しく考えすぎないで、気の向くまま、おおらかに過ごしているのが吉。すると、なんとなく行き詰まっていたことについて、最高のアイデアが出てくるかもしれません。恋愛運は、普段は気にならないことが心に引っかかりそうです。特に、恋の相手が誰とどこにいるのか心配になってしまうかも。不安になるのは今日だけと考えてあれこれ詮索しないのが丸。スマホの電源を切って趣味で気分転換をしましょう。金運、何かへの不満を買い物で解消したくなる運気。ただ実際に買ってしまうとそれほど好きでもなかった使わないと後悔する可能性が大です。買い物以外の方法ですっきりすると大切なお金をしっかりと守ることができます。ラッキーアイテムはリュック。リュックです。5位、乙女座のあなた。総合運、いつもとは違う何かを求めたくなる日。ちょっと贅沢な料理や珍しい食材など、食事で非日常を感じることができると、一日の充実感がぐんとアップします。ただし、奇抜な髪型や服のイメチェンは、後悔する可能性もあるため、避けて、とのことです。はい。恋愛運は、いつもとは違う。でも恋愛いらないか。金運。もう時間がないので恋愛運をカットしていきます。金運、後から収入を生み出すことに、今日のうちにお金をかけておく。これができるとお金との縁をぐんと強くできる運気の日です。得意なことについて、専門知識を身につけたり、スキルアップにお金をつけたりするといいでしょう。ラッキーアイテム、ビーズ小物。そして、4位。総合運、行き詰まっていたことも、今日はスムーズに前に進んでいきそう。諦めてしまわないでください。そして周りの意見を参考にしつつも自分のやり方を曲げないというバランスが運気を生かすポイントです。そして金運、今後お金とのつながりがさらに強くなるための人間関係が広がる可能性になります。目上の人や気を使う相手からどこかに誘われたら迷わずいい返事を。誰に対しても決して尊大な態度を取らないことが運気を生かすコツです。ラッキーアイテムはナチュラルフード。ナチュラルフード？ナチュラルフードってなんだ？お！ 3 位ヤギ座。私ヤギ座です。3位はヤギ座のあなた。総合運は周りの目を気にしたり気を張ったりせず楽な気持ちで過ごすことができる運気。人から可愛がってもらえる日でもあるので、誰かにお願いしたいことがあったら素直に話してみて、反対に相手のためにできることも提案すると20丸です。おー、いいですね。今日は人から可愛がってもらえる
金運は、大きな動きはなく落ち着いたお金を使うことができる運気です。思いがけない出費もなさそう。普段から使っている財布やカード類などをきれいにしたり整理整頓したりして自分の中でお金に関する感謝を高めると丸。ラッキーアイテムはリップクリームです。いや3位だ、嬉しい。2位は2位はですね、牡牛座。総合運、もともと持っている魅力が自分で持っている何倍も輝く日。すげえ。以前からよく褒められる部分には自信を持って丸。そしてその部分をどんどん前面に出していきましょう。また人を褒めるのも運気をさらにアップさせる秘訣です。金運、今ではなく将来お金とより良い関係を築くにはどうすべきか、それを考えてみると稼ぎ方についても使い方についても的確な判断ができる運気です。気づいたことや計画を手書きで出してみるのがおすすめ。ラッキーアイテム、活動量計。なるほど。そして第1位は射手座。総合運、あなたの魅力も実力も最高に輝く日。思い切って自分を打ち出すほどこれ以上ない強い運気を生かすことができます。アピールしたいことがあれば堂々と自分を持って、これから自分らしいと感じられれば理解者も増えます。でも時間がないのでラッキーアイテム、メモ帳。というわけでランキングを読みたいと思います。13位、 DD マサさん。12位、ゼリーさん。11位、ネバーストップさん。10位、 YSA73 さん。9位、小野さん。8位、キッシーさん。7位、プータロトドロキさん。6位、お金持ち先生さん。5位、ノリーさん。4位、和田ちゃんさん。3位、すずねさん。2位、くまくまちゃんさん。1位、スイカさんです。ありがとうございます。朝から今日も頑張っていきましょう。というわけで次の配信は12時からです。12時からですね。はい、ではよろしくお願いします。あ、ゆうたさん、くまたわありがとう。バイバーイ、ありがとう。